開幕直前 J リーグ全クラブ順位予想あー、はい、いよいよまあちょっとやろうかなと、まあ、やってくださいっていうコメントもまあちょこちょこあったし、まあまあね、まあいろんな人もやってはるし、まあね、うん、結構これ、まあ、J リーグ YouTuber としてまあいいんですけど、はい、なんか暗くないですか今日。まあ確かにいつもよりちょっとこう、うん、だいぶ色が違う、ちょっと照明の感じがちょっとこう、うん、ムーディーですけど、もう真剣な回なのである程度ちょっと落ち着いてみんなさんにもまあ聞いてもらいたいなと思ったので、ちょっと照明も変えさせてもらいました。なるほど、はい。あ、なんかガチな感じなんですね。まあガチで、やってます。ほう、なんかそのね、うん、どこかしらにトゲが立つし、まあまあ予想しちゃえば、ね、僕はやりませんみたいな、そういう意見の人もいましたけど、まあ僕もそういうのを気にせずに、まあほんまにちょっと真剣にガチ予想。おお、まあまあいいじゃないですか。それはもちろんそうだってほしいですよ。全クラブ、あ、J1、J2、全カテゴリー、全カテゴリーで。お、結構ボリューミーな回になりそうやね。いやもうほんま、あの、まあ、ガンバももちろんやけど、はいはい、クラブのその動向とか、まあ、戦力とかそういうのも全部調べたし。おお、すごい、ね、ほんまに。だからこれ1週間ぐらい結構寝てない、あ、寝てないくらいの。いや、いいです、その意気込み大事ですよ。この間のこの富士フィルム、うん、スーパーカップ、はい、も結構考慮に入れてる。もちろん、うん、もちろん予想。じゃあだいぶ浦和は結構って感じかな。もちろんガンバ大阪応援してるけども、なんか蓋開けて、うん、いやガンバ1位やんとか、なんかそういうのも別にしてないです。もうそのほんまフラットに全クラブ見た時に忖度なしでやっぱどの辺にいるのかっていうのを、まあ全クラブ分やったっていう感じなんで、いやだからほんまなんかちょっと自信あります。あ、もうじゃあ本当にひいき目とかなしです。ないっすね。だからあんまりちょっと嫌な思いする人もおるかもしれない。まあそのいろんな意見あるかもしれんけど、はい、一応浜口自身はもう真剣に選んで、そうしたから、はい、ちょっとそこのもう議論に関しても受け付けると。受け付けます。あ、なるほどね。ここのこれこの順位じゃないやろ。あ、ちゃんと理由あってやってます。いいじゃないですか。結構今年気合入ってますね。やっぱりもちろんそのね、もう今年7月まで、うん、はい、勝負の年ですし、まあまあまあ、やっぱりね、ちょっと生ぬるいことやってられへんなっていうか。確かに、まあ、チャンネルがねしっかりストロングスタイルでサッカー YouTuber として、やっぱり戦っていかないと、まあ、勝てないんじゃないかなって思ったんで。いやなんかちょっと久しぶり本気でやりました。なんかそういう言葉聞けて嬉しいわ。いやでもちょっと気になるな。え、見たい見たい。じゃあ見てもらおうかな。はい、こちらです、どうぞ。ん、いやいやいやなんなんこれ。これが俺がね、はい、1週間、寝ずに出した答えです。まあだから来年2023年のね、いやいや J リーグマスコット総選挙の、順位予想です。いやいやいや、今年はほんま真剣にね、勝負の年なんで、頑張りたいと思ってます。いや、ちょっと。ありがとうございました。いや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 、終われる、終われへん。終わられへん。はい。いやいやいや、そうやな。まず自分でもおっしゃってたけど、はい。いや、マスコットの崩壊っていうのがまず一つと、はい。いや、すごい、返事はいいんやけど、いや、腹を置きすぎやろ。いやいやいや、いや、伊予カンタ1位はないやろ。いや、やっぱ結局ね、いやいや、キズル2位もやばいし、ちょっとそのガイナマン3位、固まってるんすよ。なんで J リーグキングに多いんやねん。いやいや、固まってる。結構こう、うん、毎年10位が割と似たり寄ったりな、うん、10位になってたので。いやそれはそう、人気のキャラはもうすでにいますから、ちょ、来年あたりで結構天変地異みたいな、怒りすぎやろって荒れそうやなっていう結論に、どこのチームのその戦力見ても、うん、今年のね補強とか見ても、いや補強関係ない、なんか荒れそうやなっていう結論に、ね、どの公式で言ってもね当てはまったんで。え、その伊予カンタが1位なの。まあ、やっぱ伊予カンタがこの54チームの中でやっぱ一番おもろい。いやもうブレてきてるやん。俺の中で、浜のおもろい順で並べたってこと。
いや、おもろい順っていうか、その、だから、いや、キズールも面白いし、うん、ガイナマンもほぼ人やし、うん、J リーグキングに似てたらなんで参加してんねんと思うし、そのわけわからんやつがどんどん上に来てるけど、ポテンシャルが高いなと思って、そのみんなに愛される可能性が全然、まだ、多分まだ海に沈んでるから、あ、なるほどね。あれなだけで、多分これ。いや、なるほどね、ちゃうわ。ライオーとかは、うん。何これ？ライオーはね、あの、ほんま一番かっこいいなと思って、俺の中では。ライオーが一番かっこいいから。いや、主観も主観やん。5位。だから、28ランクアップ。いや、上がりすぎやろ。うん、上がりすぎやろって言ったら、イオカンタが上がりすぎやで。イオカンタに関しては48アップやからね。マリノス君6位？そう、まあ、だからマリノス君は、なんか、でも、まあ、なんだかんだで、まあ、強いは強いんやけど。ビビ君も下やし。だから結構海に沈んでたチームが上がりましたよ、ね、いやガンバボーイ据え置きやん。そうガンバボーイはねやっぱりそのなんでまあ俯瞰客観的に見た時に、うん、まあ変わらずかなっていう19位かなっていう。いやその前後が冷静じゃないでしょって。一番右の列見てみなさいよ今年、はい、あの下位やったやつが上位来すぎて、はい、軒並みお前前年度からほらずーっともうみんな下がってるやん。ほんでなんで最後のあの福島日之助と蹴飛ばし小僧の順位だけちょこっと入れ替わってる。ここが結構一番悩みましたねでも福島日之助と蹴飛ばし小僧の争 いやここマジで熾烈でした。誰もここ注目してない福島日之助と蹴飛ばし小僧のこの熾烈な最下位ブービー争い入れ替わります。福島日之助ワンランクアップ。いや、ここ波乱なんですよみたいな言い方されても蹴っ飛ばし小僧ワンランクダウン。いや、違うよ。で、ちょっと1個誤りで、51位のね、ベガッタ君、ベガッタ仙台。11位から。11位から、だいぶ下がっちゃったんですけど、これ、表作ってる時に、51位の枠だけね、ちょっと余って、何やったかな。神経衰弱みたいなこと起こってるやん。で、ベガッタ忘れちゃって。空いたから入れたんですか？でも間から、ね、いやどこが神経良さやねこれやったら何してんの。まあというわけでというわけでちゃうねん。おいクラブの順位予想しろこのね意見、俺の意見この動画に対して批判とかまあいろいろ意見あると思うんですけど。いやあるよ俺も。俺は全て受け付けます。まず俺が受け付ける。じゃあここで受け付けてくれ。全て戦う。普通のクラブの順位の予想をしろ。俺は本当に戦う。逃げない全員の意見を普通の討論しようぜ。じゃまず J1 のクラブの順位の予想しろ。全部受け付ける。いやいや受け付けてんの分かったけど、うん、そのキャッチャーミットでかいの分かったけど、うん、いやいや返してくれ球を。まあということでおお来年楽しみにしよう。あかんわこいつ。ありがとうございました。